ーがスタートします。楽器とみんなのドラム荷物で総重450キロ。もう今日のご飯は抜き抜きマジでリナホームシックかかるんですよねライブとか、ね、やってることは楽しいんやけど、理想は日帰りで毎日行き来するめっちゃ大変それ。いやだ、しんどい。いや頑張ろう。まあ行ってきます。私海外来るとなんか海外の意味になるんですよ。気分になるのかもしれないけど、めっちゃお腹すく海外。今日の台湾は86度です、はい、ちょっとポカポカな感じかな。外出たら焦げへんかな感じるわ。嬉しい、嬉しいよ。やったぜ、小籠包だぜ。いただきます。いただきます。はい、いただきます。いただきます。イエーイ。甘いの、甘いの、頬張る、頬張るとも。お願いします。それでは甘い小籠包。これがまずそう。いただきたいいただきたいと思います。見よう。最悪やん。これはそうですね、甘い。甘くてもっちりしてます。うん、なんかあまり味がないというか。おい、最低だな。ちょっとあんがトロトロしててさっぱりしいです。箸の使い方がまず上手ですからね。もうやっちゃったですね。美味しいよこれ。クリーミーでめっちゃ、うん、あんこおいしかったです。アジア感じました。食ったら一生これになるよ。うわっ、めっちゃ手振ってきた。やばい。飛んで攻めるんだ。できないの今の音。何か隠されているのでしょうか。何でしょう。アスパラガスイーツをいただきたいと思います。アスパラがうまい。これはアスパラだ。
どうだ。あら、なんかそこ一個だけ言うとかじゃなくて散りばめとっても全然いいと思うから、うん、その時のテンションで全然変わると思うし、うん、ボーン楽しみ、ボーンあれかっこいい、かっこいい、このセットリストのそこの瞬間はめっちゃいいと思う、うん、曲調とかもやけどそのテンポがちょうどいい具合に上がるから、うん、確かに、なんかラブ様からの瞬間は結構盛り下がるもったいないね、そうか、うん、イエーイ、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、おやすみなさい、バイバイ、大家好，大家好，大家好。要一个咩？大大的 D A 的词。大大大家好。你们，皆さん，你们听了，听了，听了，其他的，你们听了 Baby Action 吗？啊，可以送吗？吗？你们听了 Baby Action 吗？うまい、まあまあ、みんなで言われたりよかったまあまあまあ今、まあ、ディンラーベイビーアクションまあ大家好まあ台湾激アツだぜニーマンディンラーベイビーアクションまあし熱いみんなのために日本でもまだやっていないベイビーアクションの曲を持ってきてます、嬉しいですね。
なんか事件起こしたらこんな感じなんだろうなっていうフラッシュの浴び方。はいはいはいっていう曲があるの。毎回この曲を聴くと本当にハラハラハラって手になるってなんやん。似合ってすごい。もう春姉のことも怖いですか。春姉のことをニコニコ動画ですごく怖がってた僕笑いました。富田さんのギクすごく進歩しもした。私も頑張らなくてって思いました。かわいい。マックみたいな。ね、マックみたい。暑いの食べた。暑い。夏だ。ないな。念願のポテトいただけば。わぁバンバーン。どうもーおやだおはかまよ。うあ、はしゃいでもっと。うん、あ、はしゃいで、早く。大魔法お願いしんどい。イエーイ。キャンドル、エルザ、ウェンヤさん、イオさん。本館に行きたい。どうも。はい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 。本番前にその動物の神様の誓ったりいろいろそういう儀式があるみたいな。そっちの家建てる前に日本でもやるじゃないですか。あれのパフォーマンスバージョンみたいなのがすごくハードコア。ママダンスのストップでゴン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 。
めっちゃかっこいい歌歌ってるラップのユニットや。知らんの？うん、知らん。いっちゃん最初にニラ好きになって、昨日よりかっこいいライブにしましょう。もち SE から煽りに行こう。よし、ファイファイって言うんだよ。ダダ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 でもいいから余裕な曲で遊べるのがいいよな。それが自由さにつながるな。とりあえず聞いたら声聞こえちゃうんで、はい、次いきます。リクルッシュ、うんうん、なんかスプライト飲んでな、うん、ピシューって服で休んやんか。え、戻したい。全部出たから。ありがとう。どんなダンス。Yeah.
朝のチキンライス。
自分たちが一番びっくりするんですけど、海外に来たらこんなに集まってくれてるんかと思って、日本でももっと頑張らなあかんなといつも思います。最高のメンバーを引っ提げて最高のバンドになれるように頑張ります。ありがとう。だからじゃあまずともから、アジアツアーは、で海外のツアーはアメリカぶりなんですけど、何やろな、アメリカでツアーした時と全然感覚が違うと言って、なんかね、アメリカの時はちょっと必死すぎて何をやってるのか自分でもちょっと理解するのが難しくて、多分理解しきれてなかったけど、ちゃんと理解しつつツアーができたので、ちょっと自分たち的に成長できたんじゃないかなと思うし、海外のみんなともっとつながっていたいなと思ったから、まだしたいし、したいし、食べたい、そして歌いたい、そして弾きたい、愛してる。なんか一番自由にやれたライブかなと。リアさんはその自由っていうか、やりたいことやろうっていうのをテーマにして回ったんですけど、でも4本中一番最後が一番自由なことを個人的にはできました。なんかあれをもっとなんか迷いなくできるようになればいいなと思います。ありがとうございます。アジアツアーは無事に終わりました。MC でも言ったんですけど、日本でのツアーにつながるいいライブだったと思います。みんなと作れた最